昼ご飯いただきます。ランチは納豆チーズパンです。私の中での定番おかずパンはこれです。あんまパンは食べない、基本ご飯派なんですけど、土日のパンが余ってたので。皆さんの定番おかずパンは何ですか？ごちそうさまでした。直後はドテラのサプリを飲みます。最近は健康のことについてあらゆる分野で結構勉強したりしてるんですけど、今図書館で借りて読んでる本が、今飲んでる薬が危ないっていうちょっとなんか煽るようなタイトルの本なんですけど、結構読んでたら、まあ、衝撃的な内容でもないなみたいな。確かによく考えれば、あ、確かにそうだよなって思うようなことが結構書かれていて、例えば、まあ、この本を信じるか信じないかは私次第、あなた次第なんですけど、めっちゃ火が出てきた薬や病気を治さないってもうはっきり書いてあるんですよね。薬は病気を治さないです。医者や薬剤師であれば薬は病気を治すものではないことは常識であるものの、一般の人はあまり知らない事実です。どうですか、お医者さんとか薬剤師とか看護師さんの方、視聴者さんにいますか？常識ですか？なんかね、例えば高血圧の薬です。血圧に作用する薬を飲めば確かに血圧は下がります。ただ薬を飲まなければどうでしょうか。血圧は再び上昇し元の状態に戻ってしまいます。これは糖尿病やコレステロールの薬も同様です。薬によって血糖値やコレステロールの値を改善することはできるものの、薬を飲むのをやめれば数値は悪化していきます。つまり薬は病気を根本的に治療するものではなく、一時的に病気の症状を抑えるものと認識する必要があります。なんか私もね、こういう風に言ってるけど、薬が完全に悪っていうわけじゃなくって、なんかこう悪いところがあったら薬を飲めば治るやっていう、薬が悪なんじゃなくって、やっぱりそういう考えがデフォルトになってる この日本人っていうか現代人が、なんかこう考え直すべきじゃないかなっていう風に思ってて、体調不良になるとかってなった時に、あ、ちょっと体調不良だから薬を飲もうじゃなくって、なんで体調不良に私はなってしまったんだろうってこう考える力で、どこを改善すればこれは治るかなとか、どういう風にすれば体は強くなっていくかなって、なんかそういう風に自分で原因を見つけて考えて研究する力が、なんか圧倒的に今の現代人って欠けてるなって、なんか何様だよっていう感じかもしれないんですけど、ちょっとなんか話がまとまらなくなってきたんだけど、そのやっぱり知ることって何かあった時にこう選択肢があるからいいですよね。例えばこういう話を読んだとしても、あ、それでも私はやっぱり薬の方が楽だし、お金もかかんないから薬を飲んで病気を治そうっていうのもいいと思うし、あ、薬ってこうなんだっていうのを知って、あんまり良くないなっていう知識があれば、じゃあ薬を使わずにどういう風に改善していけるかなっていうのをなんか考えられる、で考える癖があれば、それってなんだろう、こうボケ防止にとかにも、いずれね、もっとあの年を重ねた時にそういうことにもつながったりするんじゃないかなって思うので、あの皆さん学ぶことをやめないでくださいさっきから何様だよって感じなんですけど、はい、大人になっても皆さんしっかり勉強しましょうね。あったあった、待って、窓つけんで。これはじゃあママがつけるから。
これを見て、うん、それだ。これここ？これどこ？それなんかさ、カラフルになるよ。どこ？どこから考えてみたら。わかんない。ここ？感じに